そうじゃない？だったら、なんでお前は今、俺にこうして後ろから抱きしめられてんでしょうか？それとも、やはり君には私に言えない秘密があるのか？例えば、君は無意識のうちに、誰かの大切なものを盗んでしまったのかもしれない。眠れないのか。そっか。じゃあ、抱きしめてあげる。俺のシャツ一枚なんだね。ブカブカで可愛いよ。仕方ありませんね。添い寝なんて、今夜だけですよ。あなたが眠るまで。ちゃんとここにいますから。結婚しよう。あなたが好きだ。これからも僕と一緒に生きてほしい。これから先の人生は君と二人で歩いていきたい。今の言葉確かに聞いたよ。もう逃がさないから。俺もそんなお前が大事だよ。おっとっと、くすぐったくても我慢しなきゃダメだよ。これは罰なんだからね。俺、先輩のことを大事にしたいって気持ちは兄貴にも他の誰にも絶対負けないよ。だから俺のことを選んでほしいな。ダメ？あんた泣かしていいの？俺だけだ。分かったか？ダメ。お前は俺だけのもの。こっちにおいで。俺のことだけ見てて。けどこれだけじゃ味がよくわからないな。もっと食べてみなくちゃね。左のほっぺにもついてる。ここにも、ここにもだ。これからは好きな時にお前を抱きしめて、お前にこうして口づけられる。お前を絶対に幸せにしてみせる。一生俺についてきてくれ。あんたが一番大事だったから。あんたのことだけを願っていたから。びっくりした。そんな目まん丸にしてすっげえかわいい。そうか。なら、こうして抱きしめているよ。そして、眠れるまでキスをしよう。お前に下先三寸で逃げられるのはもう飽き飽きだ。今日こそは逃がさない。僕のこと、好きなんだろ？いいえよ、僕のものになると。礼を言われることなんてしてねえよ。なあ。もうちょっと近づいていいか。ほら、ルールだろ。手つなげよ。なんだその驚いたような顔は。今さら知らぬ顔でもないだろう。そんなに鈍いやつだったか、お前は。俺だってドキドキしてるに決まってるだろ。好きな女とキスして平常心でいろって方が無理。私があなたを手放すと思うか。手元に置いておきたいのだと先ほど言ったばかりだな。こうして君と一緒にいられる時間が短いからこそずっと触れていたくなるんだ。君がいけないんだよ。さっき言ったでしょ。
お仕置きなんだって。君には拒否権なんてないんだからね。俺も好きだ。俺にはお前だけだ。今までもこの先もずっと。